第6試合はメモリアルスーパーファイトということで、赤コーナーは長代千草選手です。選手と言っていいんでしょうかね。女優です。女優の長代千草さんです、はい、実に4年ぶりのリングということですけれどもそうですね、アリーナってこんな広かったんですね。広いですよね。今日ランニングしてて半周回ったら息切れしました。大丈夫、もうダメ。それで試合に臨んで平気ですか。いや、もうほら、みんな戦国時代でね、どこの団体が先手出てもおかしくない状態の中で、まあ、唯一息抜きをしてもらうコーナーかなという。いやいや、でもこの試合のために随分とウェイトアップして来てるという話聞いてますよ。そりゃもう寿司にしゃぶしゃぶに食べましたよ。ただ太ってるだけじゃないですか。そうなんですけどね。そうじゃなくて、でもまあウェイトアップはしましたけど、まあ、とりあえずそうですね、先輩ですから、その王子の中でみっともなくないっていう、もう本当に一生懸命やってるなという心意気をね、見てもらうことと、あとはまあデビル雅美選手、一度もホールしたことないですからね、それに対して一生懸命胸を借りて勝つんだという気持ちでね、やりますんで。なるほど。そして後輩たちにやっぱりメッセージを込めた試合になると思うんですけれども、はい、今一番後輩たちに言いたいことっていうのはどんなことなんでしょう。そうですね、やっぱりプロレスっていうのはもうすごい、女子プロさんが25周年で、もうでも過去からいけば力道山さんとか猪木さんとか馬場さんいらっしゃいますけど、その女子プロの中でもそういうカリスマ的なね、存在が出てきてもおかしくない状態なんですよ。それはもうどこの団体もどんぐりの背比べで出てもおかしくない状態ですよね、そこに立つ人間っていうのはやはりハートで試合ができるという、そういうものを、ちゃんと自分の中で身につけなければカリスマ的な存在になれないんで、今回はそのチャンスですからね、ハートで試合したやつがそういうカリスマ的な存在になれるんじゃないかと。だから一生懸命やってほしいと思います。はい、私もこの試合非常に楽しみにしてます。いえいえ、そんな、頑張ってください。そして青コーナーはデビル雅美選手です。さあ今日は前日時代に自分が一番可愛がってたでしょう、長代千草選手。そうでもないですか、はい、その選手相手にしますけれども、はい、すごく楽しみでもあり、また逆にすごく怖い気もしてますけど、はい、メモリアルスーパーファイトということなんですが、どんな試合になるんですか。いや、自分でもちょっと予測はつかないんですけど、まあ、私は現在も現役でやっておりますので、遠慮しないでガンガンとやっていきたいとは思ってますけど。期待してます。はい、アドバイスヘブンドビュータウンのデビルマサミ。アドバイスヘブンドビュータウンの長代メモリアルスーパーファイトということでですね、まあ、大変懐かしいですね、同窓会の後に、まあ、そうですね、こういった演出、いや、10分のね、感激もんでしたね、あの同窓会は、はい、いろんな人が出てきましたけれども、すっかりこの25年の歴史のね、重みというか、そういったものを本当に感じてしまったわけですけど、その歴史の重みと言っては失礼かもしれませんけれども、まあ、同窓会っていうのもあるし、はい、結構この長代デビル戦というのは、はい、女子プロレスというのは何なのかということを結構勉強させられる、試合になるんじゃないかという気がします。なるほど。やっぱり現役の選手が長代選手に食われるようじゃ、本当はそういうことはあってはならないんですよね。それはそうですよね、もう4年もまあ遠ざかってるわけなんですけれども、でもデビル長代といえば顔でプロレスができる人の代名詞みたいな感じでしょ。なるほどね。あーおっと、これはいきなりスライダーという感じですけど、あー そして動きが激しくなった。どうですか、長谷選手、動きは。あーっと、この表情、おーやるなという感じの表情でしたけどもね。デビル多少ウェイト増えてきました、増えているようですね、長谷選手は。一応この試合のためにかなりトレーニングをしていると、体重を増やしている感じがしますね、いうお話でしたけれどもね。それともこのコスチュームが割と体重というかちょっと太って見えるのか、なるほど。
南選手。はい、ずっと見ちゃってて何も答えられないんですけど、はい、私がこの席に座ってあのデビルさんとチコさんの解説をしていいのかなって思っちゃうんですよね。いや、いいんですよ。いいんですよ。でも、はるか上の、はるか上の先輩だから、はい、本当は私はここで解説をしちゃいけない人なんですよ。いやいやいや、そうですか。はい、ちなみに、デビルは16年目ですけど、何年ですか。自分より7年先輩です。はい、中田選手がもし現役だとしたら何年先輩ですか。5年になります。あ、そうですか。はい、5年上の先輩って言うと、もうはるか上の先輩ですよね。はるか上ですよ。はい。まあ、しかし、それにしてもこれ、4年間ね、まあ、ほとんど、まあ、リングから遠ざかってるわけで、はい、映画以外はね、うん、でこういった、まあ、リングでこう実際これプロレスやってるわけじゃないですか、はい、どうですか南選手なんか見て。そうですね、あの、映画のところで試合で長井さんと当たらせてもらったんですけ ど、はい、なるほど、やっぱりウェイトアップしてるのもあるんですけど、さすがにうまいなっていうのがあります。プロレスがうまいですね。なるほどね、ここまでは本当に素晴らしい動きが随所に見られるという感じですけども、はい、大技もボンボン出してきましたからね、驚きました。さあ、ねちっこい攻防に今度は変わります。さあ、デビルの方もね、本当にちぐさちぐさでね、生まれていってしまったらいけませんのでね、見せるところガチッと見せないと。型が本当にプロレスという型をやってますよね、はい、なるほど。あの、まあ、どっちかというと別に体力云々よりも、はい、なんていうのかな、技というのはこうやってやるんですよというような、なるほどね、そういう動きを見せてくれてますね。そうですか。まあ、これ10分間ということなんで、もうちょっと時間がね、あっという間に過ぎてしまうんじゃないかという気がするんですけれども、さあ、どういった見せ場がこの後訪れるんでしょうか。さあ、豪快ラブレンバスター、現役バリバリ16年経ってもその、おっと、強烈なストンピング、どうだという感じですけれどもね、一度引退した選手に舐められるかという感じの強烈な V 射式のバックブリーカー。さあ、カウント2、まあ、この2人の対決といったらね、85年、今からもう武道館です ね、8年前になりますけども、オールパシフィック、もう本当よく覚えてます。もうものすごい大熱戦を展開したと。あの時は顔面のパンチとか張り手合戦とかあってすごかったんですけ ど、はい、なるほど、ちょうどこういう音がしてました、会場の中で。あ、そうですか。まあ、本当あの時の再現とまではいかないまでも、本当に独特の雰囲気、この試合やはり意向を放ってますね。なんかデビルさんと、ちぐさ長谷選手で、はい、なんか役者ぶりを競っているというか、なるほど、どっちが格上かっていうか、ね、なんか顔じゃないというというか、なんか、なるほど、ね、うん、どっちがこう客を手のひらに乗せるかみたいな部分もあるかもしれない、ね、そういうことじゃないですか。とりあえず2人の狙いってそういうとこじゃないですか、今日は。なるほどね、あの、体力的には現役の選手にかなわないかもしれないけど、はい、何かを訴えるとか、うん、何かを表現するとか、そういうことではあなたたちには負けないんだよというような、なるほどね、そんな感じしませんか、宮本選手。そうですね、やっぱりうまいですね、デビューさんにしてみても、チコさんにしてみても、お客さんを自分の方に引くっていうのがうまいですよね。そうですね、捕まえちゃいますね。そうですね、技うんぬんをやって沸かせるんじゃなくて、地味でもどん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 引いていくっていうのがすごいですよね。そうですね。おっと、このラリアット、真っ向から受け止めて。そういう試合をセントしてますよね。はい、また長代選手も、あと、ね、もう一発受けました、どうだという感じですけれども、いや本当に現役から遠ざかっているとは思えない。あ、しかしラリアットはラリアットで返した。しかしデビルも全然効いてないぞという感じですけれども、さあ、この辺も非常に見応えがある。面構えはプロレスラーですよね。なるほど、心のプロレスを見せてやる、こういうふうに語っておりましたけれども、さあ、強烈なラリアット合戦。でももう今のラリアットを相打ちになったところで、やっぱりこれはエキシビションなんだなっていう感じがしました。というの、うん、やっぱり現役じゃないですから2人とも、2人ともってこんなこと言ったらデビル雅美選手に非常に失礼ですけれども、あの、 JWP にいるデビル選手というのはプロレスしない役としているわけですから。なるほどね、あーっと、これは抜けり、それにしても千草選手の動きの良さにはちょっとびっくりしましたね。そうですか、いや、もうちょっと落ちてるのかなって気はしましたけども、いや、そんなみっともない格好を見せるような、なんか、うん、この人のプライドが許さないんじゃないですか。なるほどね、
あのやっぱりコンディションはできるところまでは上げてやってきたと思いますよ。そうですか。まあ、やはりプロ根性です。おっと、これはなんか水面蹴りみたいなね、はい、さあ、しかも場外で、さあどうするのか。おっと、素晴らしいプランチャー、助走たっぷりつけての、おお、元気ですね。いやー、あっと、これはなんと現役バリバリのデビルが何かこう一本取られたという形になってしまいましたけれども、この後どういった反撃を見せるのか、こういうところがなんかまだまだデビルマサミにかなう人って少ないなって感じがしますね。というとやられた後の、やられた後でもデビルはデビルというね、なるほどね、なんかもう誰にも崩せない世界があるというか。なるほど。おっと、今度はさあ睨み合いから、そしてアープに振って、おっと、これはショルダースローを狙ったんですけども、あー、キック、あっと、あっと、エンズに沿って顔面、おっ、すごい強烈な蹴り、あー、もうやんややんやという活性がこの横浜アリーナに響いております。してやったりって顔ですね。さあ、これは本当に、いや本当にすごいストロングスタイルのレスリングになってきましたね。さあ、カウント2。さあ、そして、おっと、今度はサフル固めだ。やっぱりこの人、ケレンミの塊っていうんですか、さあ、そしてこれはリングの真ん中、サフル固めだ。キャリア16年を誇るこのデビル、このリング中央で苦しい表情を見せているぞ。さあ、どうなるのか。完全に決まってますか、この辺は。やはりパワーで返していくのか。さあ、このままなんとかロープに逃れたいデビル。どうでしょう、このサソリ固め。素晴らしいんじゃないですか。入り具合といい、かなり長時間、これはスタミナを落とします。思えばね、この千草選手といえば、おっと、今度は釣り天井の体勢です。さあ、サソリ固めで拉致が開かないと見たのか、今度は釣り天井、大技を繰り広げていますが、おっと、この大きなデビルをいとも簡単に乗せ、見事に、完全に入ってますね。綺麗に釣り天井、高さもあります。正確ですね。おっと、そして今度は片手で、おっ、あっと、これ崩れた。区切るように見ている南さん、いないですか。何にもいないですか。例えばこの学ぶところがあるなとかっていうのはありますか。いや、もう全部試合見てて学ぶところだらけだから。そうですか、はい、南選手をもってしてそう言わしめるという、南選手をもってして、そうですか。だったら他の人はもう大変ですよ。いや、セコンドもいい勉強になりますよ、きっと。そうですか、はい、いやー、それにしてもなんかさすがですね。でも千草さん、本当にここまでもう全くこの現役と遜色ない動き、いや、強いとか上手いじゃなくて、プロレスに対する考え方だと思いますよ。なるほど。技をやればいいとかですね、そういうことじゃなくて、やっぱ心からね、あの伝えてくれる、やっぱり長屋のプロレスというのは何かを伝えてくれるじゃないですか、で、何か一緒に喜んだりとか一緒に悲しんだりとか、そういうことさせてくれますよね。まあ、感情移入もね、お客さんがすぐこうしやすいですしね。やっぱり応援しがいのあるレスラー、こういう人のことを言うのかもしれませんけれども、というか一緒になれるじゃないですか、この顔一つでも。さあ、そしてさあ、この辺で試合が、あっと、今度は満を持して大技を繰り出していくのか、ジャーマンスープレックス、あっと、返した、さあ、この辺からちょっとラッシュをかけていこうかというデビルですけれども、今のジャーマン、やはりちょっと答えたか。
非常に綺麗なブリッジでカウント2なんとか跳ね返しましたけれども、さあ、あっと強烈なトンピング。さあ場内からちぐさコールが起こっておりますけれども、あっとまたこのやられっぷりもちょっとなんともいいなという感じがするんですが、さあロープを下ろしてのヒップを落として、さあカウントは、うん、決着がつくまでです。つくまで、はい、ははこれは異例の裁定というか驚きましたね。ルール変更ということになります。あと相手蹴り、なんとエキシビジョンマッチという様相だったんですけれども、なんと決着はつくまで最後までやるという。でも10分じゃ少ないですよ。少ないっていうのと、でも、うん、あの勝負がつくまで試合を続行するということは、はい、これはこの2人の今の現役選手に対する挑戦ってことでしょ。なるほどね。だって、はい、あの今の現役選手がリングでやってるプロレスよりも自分たちのプロレスの方がまだまだすごいぞっていう意味ですか。なるほどね。そんなような気がしますしね。っていうかやっぱり長与千種選手はもうリングにいないんだから、僕らは本当は引退した選手として見たいですよね、うん、そして当然現役選手の方が、うん、体力的にも全もうとにかく体力的なことだけじゃなくてプロレス全体で上であってほしいですよね、うん、まあそれはそうですよね。やめて4年経ったちぐさがまだローリング戦闘だ上だったら、これちょっと大変なことですよ、問題ですよ。さあミルキック、しかしこの負けん気の強いちぐさですからね。現役の選手見てろと言わんばかりのすごいファイトが続いています。もうなんか多分長いちぐさの頭の中では今現役でやってる全員に勝ってると思いますよ。あ、なるほどね。おっと、そして今度デビルがなんとコーナーポスト最上段から場外に飛んだ。あっとプランチャーセコンドについていた関西まで倒れてしまいましたけれども、さあ強烈にこれは頭をつけてしまったか。さあ延長がですか。あっとここでこれは危険すぎる、これは危険すぎる。場外でパワーボムだ。これはリングで食ってもフィニッシュホールドというものすごい高角度はこうパワーボムですからね。これ大丈夫でしょうか。さあこれは、いやそれにしても思っても見なかったこのシビアな試合展開というか、本当になんかすごい試合になってまいりました。さあショットグロッキー気味か、場外であっとラリアット。さあ現役選手の意地があります。当然デビルもこの辺からスパートをかけてくるんでしょう。さあこの試合ついに決着がつくまでという裁定が先ほど下りました。さあどういった展開になるのか。さあそしてロープしてカウント2。おっとジャーマンスープレックスホールド、きれいに決まった。あっとカウント2、スピードがありましたね今のジャーマンね。本当にこのちぐさの現役選手に対する強烈な挑戦にも見えます、このジャーマン。これはもうあれはもう女子プロレス界、今のね女子プロレス界 全体への何かこう継承を示しているようなそんな記載するんですが、最上段からのエルボーはこれはかわした。さあそろそろ消耗戦になってきた。そしてノーザンライトが、うん、違いますね。あっとこれ素晴らしい、見事に切り返しての DDT ですか。いやすごいですね。いやでもこれ現役を引退した選手の技に感心している場合はちょっとないとは思うんですけれども、それにしてもすごい。あっと強烈な逆水平。おっと助走をつけてラリアット。さあパワーボムだという
観客へのアピールです。あーっと決まった、これは返せない、あーっと、おー、場内これ今日の試合初めてですね、足を踏み鳴らしたな。そしてもう一発、今度は返せないでしょう。あー、しかしカウント2、カウント2、ものすごいスタミナ、いや、すごいことになりました。さあ、これもう一発というデビル、あー、もうやめてくれという感じがしますが、決まったか、カウントは、あー、スリー入りません、スリーカウント入らない。もう場内1万人を超える大観衆、騒然となってまいりました。今度はそして抱え上げた、あ、最上段から今度は何があるのか、今度は何があるのか、さあ一発あって、さあ一発あって、あ、最上段だ、最上段にの足をかけているぞ、おっと、おっと、ノーザンライトですか、ノーザンライト、流れ式のノーザンライトだ、もうすごい、ものすごい技が出た、あ、しかしすぐにホールにはいかない、あ、これホールだ、さあどうか、あ、ここまでか、いやー、それにしても言葉ないっていう感じですけども、後半はこれがね、長野選手の現役選手への挑戦なのか、それとも、やっぱり私はプロレスに帰ってきますよっていう予告編なのか、ちょっと考えてみる必要があります。素晴らしい気迫のファイトを見せてくれました両選手です。どうぞデビルさん、そして長野さん自分聞いてませんよ、本当に頭ちょっと滑舌悪くなったんですけど、頭ってあのパワーボム3連発聞いてませんよ。いや、やるとは思ってたんですけど、あんなやっちゃいけない、あれはダメ、頭ほらグラグラしてるもん、いけない、あれはいけないという話出てますけども、久々のこの長谷選手とのファイトどうでした、感触は。蹴りが、私関西の蹴りで結構慣れてるんですよね、だけどもしかしたら私ちょっと忘れてるかもしれない、記憶が抜けてる、うん、かもしれない。その蹴り、よっぽど練習したんですか。やってませんよ、私女優ですから、今日はやっぱりデビルさんの試合でデビルさんに勝ちたいと思って、やっぱり恩人ですからね、どうにかしてスリーガン取ろうと思ったんですけど、しぶたしぶた、こんなレスラーなんかやっちゃいけない。でもこれだけのファイトを見せられるということは現役復帰かという話も出てますけど。女優の永井千草と申します、よろしくお願いします。そんなとんでもないですよ、見ましたでしょ、しょっぱかったですよ。いやしょっぱいっていう言葉を教えます、女子プロ用語で、下手な試合とか面白くない試合のことをしょっぱいと言います。うん、 いい試合は甘いっちゅんですか。いい試合はグーだよ、グーよ。現役復帰なし、なし。でもデビルさんには勝ちたい。また再戦なんていうことも考えてくれますか。いや、今日の感じ見てたらね、私は本当全然手抜いたつもりはないんですけど、でもやっぱりね、ずっと当たってないだけに分かんないですよね、感覚が。だからだと思う、私絶対記憶飛んでるもん。そうですか。ちょっと後で本当思い出してみるわ、ずっと。 JWP のレスラーが、私ジョーが落ちてる時に、大丈夫ですかチコさん、大丈夫ですか、次は何ですか、何やりますかって、関西とか尾崎とかキューティーとかプラムが、大丈夫ですか、裏切り者ですよ。私の方につきましたもん。自分たちの試合後なのにね。いや、でも本当に今日は女子プロレス、プロレスのなんか原点を見たようなね、そうした気迫の試合でしたよね。申し訳ありませんでした、本当に勉強し直します。素晴らしい試合をありがとうございました。どうもありがとうございました。お二人です、ありがとうございました。機会がありましたらまたよろしくお願いします。いや、とんでもないです、こちらこそ。最後カメラに向かって二人で